勉強する場所がないから仕方なくライト球児の机を使っている、宇都宮テラスの席を使っている、そんな声もいただいてきました。子供は、そして学生は宇都宮の宝です。そして全国に羽ばたいて成長して宇都宮に戻ってきてほしいですが、今の宇都宮、果たして希望が持てる宇都宮でしょうか。この町の宝である子供や学生たち、今の宇都宮は全く力を入れないところ、若者の皆様、スタラレの上に小さく学生の動線のない場所に作られただけ、政策の目的が市民のためではなく役所の都合になってしまっていませんか。